楽天ゴルフチャンネル始まりました。藤森慎吾です。さあ、今回も引き続き、スペシャルゲスト、須藤弥勒ちゃんです。はい、須藤弥勒でーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。さあ、ということで弥勒ちゃん、今日はパッティングの普段やってる練習を、はい。ちょっと披露してくれるということで。はい、でもパターの、はい。今、大会も目標の一つ。目標の一つです。どういう大会なんでしたっけ、改めて。パッティングだけのプロが集まってるので、本当すごい大会なんですよ。パッティングだけの大会なんです。それどういう競技なの？それなんか決まった距離から、その決まった距離から全員で打って、その競い合うっていう。入った人がまた勝ち残ってみたいな、はい、そういうことなんです。はい。皆さん自身出てみて。そういう大会があることが知らなかったんですが、まあそんなねパターにももちろん力を入れて練習してる弥勒ちゃんの。何かスペシャルな練習方法があるんですか？はい、あります。もちろんです。それを今日は教えていただきたいと思います。弥勒ちゃんの練習方法って何なんですか？ビー玉を使います。え？秘密道具はこちらです。ビー玉？はい。はあ、このビー玉を使ってある練習方法をやっていきたいなと思います。うん、ビー玉を何打つってこと？はい。打つの？はい。それがなんか効果があるんだ。あるんです。だってちっちゃいよね、ゴルフボールより全然。はい。このくらいの大きさなんで、ボールとこれくらいの大きさなんですけど、もしビー玉がなければ、まあゴルフボール家にあるので構わないんですけど、これくらいのビー玉を用意してください。へぇー。じゃあちょっと実際に、はい、なんか、おはじきも持ってたよね。はい。おはじきとかビー玉とか、かわいいね、めっちゃ。女の子が遊んでるこのおもちゃで。はい。ジョンゴイさんはビー玉で打ったことありますか？ないない。いや、ビー玉でなんて打ったことないし、どういう練習かも想像つかないんで。やってみましょうか。ちょっとやってみましょう。このビー玉をどうするんですか？はい。このビー玉を2つ用意してると思うんですけど、これをもう一本に、こんな感じで当ててください。ほう。これが練習。これが朝絶対やっていい練習になる。すごいね。すごい。やってるよ。よく当たるんですよ。ちょっと今日もちょっと話して。これいつも朝やるの？朝でやってます。起きたら。はい。これだったらキッチンとかカーペットの上とか。どこでもできるもんね。はい、これゴルフボールよりビー玉いいっていうのはより目標物がちっちゃいから。まっすぐ。これ普通にカップに入れる練習皆さんよくやるんですけど、カップに入れるのにこう当てて落ちるだとその感覚がちょっと朝だと鈍ってるので、最初は当てるだけこういうのが一番いいです。一回もまだ外してない、外してない。藤本さん、ちょっとやってもらっていいですか？朝何球ぐらいやるの？もうさあ、結構納得いくまでやるよりといい。じゃあ藤森さんお願いします、はい、おいいですね。でも藤森さんちょっと広げた方が、はい、フォローが長い、多分長いんで。ちょっと待って待って、いやビー玉だいぶちっちゃいから当たんないんだけど、弥勒ちゃん、まず当てることはね。うずっ。おー、でもちょっとやっぱ、真ん中には当たんないよ。よくさ、あんな何も考えないでパンって打って。これなんかコツはあるの？コツですか？まっすぐやっぱり打ち出すってことだよね。ですか？ないです。コツはない。この練習を繰り返してほしい。これでもビー玉でもし当たらなければ、うん、目標物だけゴルフボールとかにしてもらって、それでビー玉で当ててくれると思う。カップでこうやって家にある練習法よりも、うん、こっちの方がどこでもできる。なるほどね、うん、あの家のカップってさ、正直ちょっとこうボコって浮いてるやつあるから、あれ難しいもん、ね。はい、うん、実際カップはあんなカップないもんね。これはちなみに誰かに教わった練習方法？いや、私は
遊んでて、あれこれ面白いなーって続けてた。自分でいつの間にか練習方法になってました。へぇー。自然とフォロースルーが出来上がるんだ。おぉ、うん、やっぱ当てる位置も普通のゴルフボールと違うところ意識します。難しいというか、いや、なんか多分普段ちょっと僕こうやって浮かす癖あるんで、これだともう本当にやっぱ下くぐっちゃうかな、うん、ちゃんと地面スレスレをこうしっかりと返さないと、うーんお家でパターの練習ってこれ以外とかなんかどのぐらいされたりするんですか？これ以外ですか？私がやってるのは、これ以外はパターと一緒に寝ることかな。おお、もう、どういうこと？パターと一緒に抱いて寝てください、パターを。抱いて？そうするとなんかいいことあるの？パターが次の日言うこと聞きます。はあ、なんか可愛いけど、でも大事だよね。そうやって道具を大事にするとか、自分の体の一部のように。だから私も世界大会前とかよくパターと一緒に出てやるの。はい、素敵じゃないその話。こうやって、はい、やってみようかな。じゃあもう道具をさ、こううまくいかないからってさ、パーンって掘ったりとか、もうあれはもう持ってのほかだ。そうですね、喜んで投げちゃう分にはいいんですけど、はいはいはい、たまにあるじゃん、世界のプロでもなんかもう頭きて そのまま池にこうやって投げちゃうとか、はい、やっぱそういうことしちゃうと当然パターもね、そっぽ向いちゃうと、はい、パターと寝るは初めて聞いたね。やってんだ。本当ですか？はい、ぬいぐるみとかじゃないの？今11歳とか。ぬいぐるみとかじゃないです。ぬいぐるみとは寝ないの？はい、寝ないです。もうそういうのは卒業したの。はい、パターか。ぬいぐるみは部屋で置いておくだけです。置いておくだけ。パター大事なんだ。何歳からパターと寝てるんですか？5歳くらいかな。結構長いです。パターの練習しない日ってあります？いや、ないです。基本的にはもう毎日1回は絶対触れてこうやって打つ。はい。やっぱそういうことなんでしょうね。もう、パターってさ、どうやったら上手くなるんですか？もうすごいざっくりした質問だけど。もうとにかく毎日振って距離感を掴む。そうですね。毎日距離感振って掴むのと、うん、あとやっぱ寝ないとダメです、パターとし。パターと寝るが一番なんだ。はい、じゃあ今日から俺寝るね。どうやって、こうやって、またにこうやって挟んでこれで。普通にこう。でも俺結構横向きだから。あ、横でこのまま。こうやって挟みたいのよ、なんか。じゃあ、まあおすすめできない。はい。あ、そうか。抱き枕みたいな。こういうのはどう？パターの。そっちの。これでもいい？はい。これでもいい？はい。じゃあ、こうやって寝ようかな。寝返ってそのまま落とさないでくださいね。はい、朝歯が欠けてるとかないよね。ガーンとかでなんかぶつかってさ。私の、はい、私やったところでしょ、まだない。あ、じゃあじゃあじゃあ。寝相悪くないとならないと思います。ね、これ皆さんいいこと聞きましたよ。ミロクちゃんパターと一緒に寝ているというね。じゃあパパとかママと一緒に寝る時間よりパターと寝る時間の方が長いんだ。そうですね。はあ。でもあるかもね。やっぱこの感覚とか握ってる感覚とかがもう無意識にやっぱ自分の体に染み付くとかっていうのは大事かもね。いやだからそのピンポイントでアドバイスもらったからってこうすぐに上手くなるっていうものじゃないんですよ。特にパッティングなんかは本当に日々の反復練習なんで、ずっと言ってたもん。そのこの前の動画の時も打ち方をこう教わるんだけど、一回教わって、あ、これでいいのかって言ったら、いやダメです、もうそれをひたすら練習してください、それしかありませんから。まさに本当練習。じゃあこれから僕がまあアマチュアゴルファーとして、やっぱ今目標としてはいつかこうパープレーを出したいなっていう目標があるんですけど、そのために一番何が必要ですか？練習です。そうだよね、練習です。練習だよね。はい、毎日やってんだもん。毎日1000球以上打ってるって言うんだから、すごい。それぐらいやらないとダメ。はい、頑張ります。ああ、おお、なんかフィーリングすごい楽に打てる気がする。さあ、これがミロク流のパッティング練習方法でございましたけれども、何回にわたってミロクちゃん、もう5回5回、6回、かなり今日取りました。今回、楽天チャンネル、楽天ゴルフチャンネルで5回にわたってミロクちゃんとご一緒しましたけども、はい、どうでしたか？楽しかったです。楽しかった。はい。本当に貴重なね、このトレーニングの時期、
を使って来てくれてありがとう。藤森さんに会ってよかったです。いや嬉しい、そう言ってもらえると嬉しいし、もうこれからも今まで以上にひろきちゃんの応援を頑張りたいと思います。ありがとうございます。皆さんもね、このひろきちゃんぜひとも一緒に応援して今年の大活躍期待しましょう。頑張ってね。はい、頑張ります。今年もたくさん優勝してね。はい、ありがとうございます。はい、またいつかじゃあ一緒にラウンドできるように頑張ります。お願いします。はい、ということで、ゲストひろきちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は楽天ゴーラのスコア管理アプリのフォトスコアカード機能のご紹介です。ラウンド中の様子など自分の好きな写真と組み合わせて作成することが可能なので、自分の記録用にも SNS 投稿にもおすすめです。可愛い楽天のお買い物パンダのフレームもあります。